ニンテンドー DS ニンテンドー、任天堂ドシーニンテンドードシーは2008年11月1日にニンテンドーから発売された携帯型ゲーム機、ニンテンドー DS ニンテンドー DS ライトの上位モデルにあたる。香港では2009年11月21日に日本国内にて発売されたドシーの大画面、モデル、ニンテンドー、ドシー LL についても記述する。 どちらのモデルも日本国内における公式修理サポートは終了している。2008年10月2日、任天堂カンファレンス2008秋にて発表された。同カンファレンスにて、当時社長であった岩田里氏は DS を一家に一台あるものから、一人一台。 所有するものに変えていくという目標を掲げ、その目標の達成に近づくために、任天堂ドシー d を開発したと発表した。キャッチフレーズは、自分仕様のマイ d s へ。次世代機ではなく、あくまで任天堂 d s のマイナーチェンジモデルという位置づけになっているが、機能、仕様ともに、従来の任天堂 DS と比べて大きく変更されたものとなっている。 そのため、任天堂ドシー専用のソフトや、ドシーと QDS では、挙動が異なるソフトも存在する。任天堂 d DS 公式サイト TOUCH-DS.jp で公開された開発者インタビュー、社長が聞くによると、当初は1台に2枚の DS カードを同時に装着できるダブルスロット仕様として開発されていたが、実際に出来上がった。 試作品のサイズが大きすぎると判断されたため、設計を最初からやり直して従来通り DS カード1枚のみの仕様になったとのこと。カメラは従来の Nintendo DS にあった触覚と聴覚に続く視覚入力機能をつけるという発想で盛り込まれた。画素数は同時代のデジタルカメラと比較すると低解像度だが、DS の画面の中央2.5倍の画像が撮れるため、 ドシー内で使用する分には十分としている。2009年10月27日、日本経済新聞は、任天堂が任天堂 DS シリーズの販売の、手こ入れとして、ドシーの画面を大型化した、新製品を年内にも投入すると報道した。その2日後、任天堂の2009年度、第2四半期決算説明会を翌日に控えた10月29日に、任天堂。 ドシー LL の発売が正式に発表された。任天堂ドシー LL の最大の特徴は、LL サイズの任天堂ドドシーとして、画面サイズが、初代 DS、DS ライトの約2倍である4.2インチに、拡大した点である。このことを、日本経済新聞などは、高齢者の需要も掘り起こすためと報じたが、岩田社長は、 正式発表翌日の中間決算説明会で同時に画面の視野角も向上させたことも挙げ、プレイしている人だけでなく、周りの人も一緒に遊べる初めての携帯ゲーム機と説明した。任天堂、ドシー LL は2009年11月21日に発売されたが、DS シリーズの追加ラインナップという位置づけであるため、ドシーも並行して販売されていた。 北米と欧州では、任天堂ドシー d o XL という名称で2010年3月に発売された。任天堂ドシー d の愛は次の3つの意味を持っている。任天堂ドシー d o LL の LL は L サイズよりも大きな LL サイズを表しており、d シーと比べて液晶画面や本体のサイズがとても大きくなったことをアピールしている。日本以外の各国では、 L サイズよりも大きなサイズを XL と呼ぶため当初は世界統一で任天堂ドシー XL とする予定であったが日本人にとって XL という表現は馴染みがなく岩田社長曰く5歳から95歳までを標榜する任天堂としてはあらゆるお客さんには伝わらない可能性のある言葉を使うのは果たしてどうなのかと苦悩した末日本でのみ ニンテンドー、ドシー LL という名称を使うこととなった。ニンテンドードシーとニンテンドースライトの比較図閉じた時のドシー。右上にある大きな円がカメラのレンズで小さな円はカメラ起動時ピンク色に光る。ドシーの AC アダプタ任ニンテンドー DS ライトからの変更点を中心に説明する。ニンテンドードシーとドシー LL の比較基本的な部分は ドシーと同じだが、以下の点がドシーと異なる。任天堂ドシーを起動すると、任天堂ドシーメニューが表示され、ドシーに内蔵されている機能や追加した、ドシーウェアのアイコンが横一列に一覧表示される。ソフトは、最大40種類まで表示可能。ただし、印が付きされている8種類の機能。 内蔵ソフトは削除することができないためユーザーが後から追加できるソフトの数は実質32種類までとなるソフトの並べ替えはタッチペンやボタン操作によって自由に可能ソフトの削除は本体設定内のソフト管理の項目で可能購入時は以下の機能内蔵ソフトが表示されている本体のファームウェアや 本体内蔵ソフトウェアはインターネットを利用してアップデートすることができ、本体設定内の本体の更新を選択することで実行できる。アップデートが完了するとドシードシ LL 本体のバージョン番号が変わる場合がある。本体のバージョン番号は本体設定内の上画面右下に表示される。以下では日本国内仕様のドシードシ LL 向けに 配布されているアップデートプログラムについてのみ記載している。現状ではバージョン 1.4J をもって新規の機能追加は終了し、それ以降のアップデートはほとんど任天堂未許諾の不正機器対策とされている。記述されている価格はすべてメーカー希望小売価格である。このほか一部の任天堂 DS 用周辺機器も使用可能。 任天堂ドドシーのブラック発売当初の希望小売価格は18,900円であったが、2010年6月19日より15,000円に値下げされた。以下は日本国内で発売のもの。それぞれ本体と同色のタッチペンが付属する。発売当初の希望小売価格は2万円であったが、 2010年6月19日より1万8000円に値下げされた。以下は日本国内で発売のもの。ダークブラウンワインレッド、ナチュラルホワイトには本体と同色のタッチペンタッチペンが付属し、ブルーイエローグリーンにはブラックのタッチペンと本体と同色ブラックのツートンカラーのタッチペンが付属する。マナカデラックス、リンコデラックス、ネメデラックス日本で 発売されていない限定モデル。これは2012年に発売された次世代機 3DSLL でも同様である。中国発売版では日本語の代わりに中国語。韓国発売版ではイタリア語の代わりに韓国語。ありがとうございます。